はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はね、少し前に頼んでたこれが届いたんですよ。さあ、これは何でしょうか。早速開けてみたいと思います。これ箱見ると、はい、ネスレ通販。まあ、ネスレって聞くと僕はね、コーヒーを思い浮かべるんですけど、これはね、コーヒーではないんです。あれなんだよね、皆さん知ってるやつなんですよ。そう、ネスレはね、コーヒーマシンとかいっぱいありますけど、コーヒーマシンではない、あのマシンだ。オープン、来ました。ほい、来ました、キットカットボックスミニ。そう、これなんだよね。おお、いいね。それからまだ入ってて、キットカットがセットになって入ってました。3種類入ってますね。おお、これがキットカットボックスミニです。これ何かというと、キットカットの保管箱なんですけど、まあ見ての通りただの保管箱ではありません。ここにね、ほら、レバーがついてますよ。このレバーを回すとキットカットが出てくるっていう、ちょっと楽しい保管箱です。まあ、いわばミニ自販機的な感じですよね。ネスレ公式のグッズです。ということでね、早速これを使ってみたいと思います。はい、近くで見るとこんな感じの箱になってるんですが、まずまあデザインがいいですよね。ね、それキットカット。キットカットはね、僕昔から大好きでしょっちゅう食べてますよ。っていうか、これがキットカットの形なのか。なるほどね。そうだそうだ、この上の部分がキットカットのデザインになってる。で、まあここにレバーがついてて、まあこれを回すとここから出てくるってことだと思うんですけど、ちなみに横はこんな感じのデザインです。お、左右違うんだね。で、裏は、おー、裏はこんな感じで、これ材質はあのプラスチックとかそういうんじゃなくて紙なんですよ。だからすごい軽いの。Have a break, have a kit cut. で、僕も今開けて初めて気づいたんですけど、これね、末吉って書いてありますよね。これ回すと、なんてこった、おみくじ付きだこれ。今末吉ですよね。回すとほら、小吉、中吉、吉、大吉。今日もあんのかな。今日もある。今日もちゃんとあるよ。いやー、これは出てほしくないね。はい、で末吉ね。なるほど。まあこれ回すとキットカット出てくるんですけど、それと同時に今日の運勢が出るってことですね。なるほどね、これ面白いね。それではキットカットを実際に入れてやってみたいと思うんですが、はい、実はね、2個買ったんですよ。そしたらいろんな部屋に置けるじゃないですか。ということで今回2個買ったので、まあ片方はノーマルのキットカットだけを入れて、でもう片方はこれ3種類混ぜて入れようと思います。そしたらランダムで出てくるってことだよね。上から入れるのかな、これ。あー、蓋が取れるのね、これが。あ、書いてますね、ここからキットカットを入れてね。はい、これ入れます。どういう向きでもいいのかな、これ。はい、オッケー。今ね、ちょうどついてきたキットカットの袋全部入れました。これでちなみに14個入りです。まあこれぐらいでだいたいちょうどいいかなって感じですね。で、14個ぐらいでちょうどいいってことね。まあまだあと2、3個入るけどね。で、これで蓋をします。よし、これでオッケー。じゃあもう片方もいきましょう。じゃあこちらはね、違う味から入れていきましょう。これ抹茶、なるべくバラバラになるように抹茶と、これビターみたいなやつね、深いカカオ、普通のも入れて、で抹茶こういうやつ、よし、こんな感じで OK ですね。さあ、準備も完了したので実際に回してみたいと思います。さあ、ちゃんと出てくるんでしょうか。おお、出てきた。ちゃんと出てきた。結構適当に入れたのにちゃんと出てきましたよ。いいね、しっかりできてますね。で、ちなみに運勢はちょっとずれてるけど、まあ中吉かな。これはね、中吉、なんとも言えない中途半端な結果だな、これは。リアクションが非常に取りにくい中吉です。じゃあさらにちょっと回してみます。おお、いいね、ちゃんと出てくるね。おお、いいね、一切詰まることなく出てきますね。僕もね、あの前こういう段ボールガチャみたいのを作りましたけど、結構こういうの作るの難しいんですよ。だけどほら、すごいスムーズに出てくる。さすが、これは出しすぎだね。で、ちなみにここの窓からこう戻してもいいみたいですね。ちょっと出しすぎたなと思ったらこう戻せばいいということですね。やべ、気づいたら今日になってたわ。今日で終わりたくないけど、もう一個出しとこう。よし、吉。はい、それではもう一個の方です。ミックスしたやつね。お、来た、ちゃんと出てきます、抹茶味。お、ちなみに大吉、ちょっと隠れてるけど大吉です。すごいね、本当に滑らかに出てくるね、これ。ちゃんとうまいことバランスよく入れたから違うのが出てくる。おい、
いいね、これは楽しい。やべ、一気に2個3個出てくる時もあるね。そうかそうか、そういうことか。ちょっといっぱい出ちゃったら戻すみたいな、そういう感じだね。いただきます。うん、うまっ。はい、ということなんですが、これまあね、紙でできてると思えないぐらいしっかりとできてますね。もうこれ完成されたものが届くので、自分でちょっと作ってうまく出てこないみたいのはないと思います。紙でできてるのにちゃんと詰まることなく綺麗に出てきますね。この中のベルトコンベアみたいになってる部分があるんですけど、それがゴムっぽい生地なんですよ。だから多分ね、詰まることなく綺麗にこう出てくるんでしょうね。よくできてます。うん、まあ例えば家だったらリビングに置いてもいいですし、まあ自分の部屋に置いてもいいと思います。あとは例えば職場ですね、職場のコーヒーマシンとか置いてあったら、その横に置いたりするとブレイクタイムがより一層楽しくなるんではないでしょうか。そう、こんな感じ。理想はこれね。これだったらまあコーヒー入れて、その間にもうこれですよ、キットカット出しといて、コーヒーできたら持っていくみたいなね。いいですよね。それではまた次回の SeikinTV でお会いしましょう。 See you next time。